男子テニスの最新世界ランキングが7日発表され、ダニエル太郎、エーブル、は前週の114位から自己最高の82位に浮上した。これまでの最高位は2016年4月に記録した85位だった。石堀系、日清食品、は一つ挙げて20位。杉田雄一、三菱電機、は46位で変わらなかった。1位はラファエル・ナダル、スペイン、で変わらず。時事通信社、